はい、今回は2月23日から開催となるホンダ LPGA タイランドについて語っていきたいと思います。渋野日向子選手をはじめとして日本人選手が総勢7名出場する予定となっています。まずはホンダ LPGA タイランドの概要についてですが、開催日は2月23日から2月26日、賞金総額は170万ドル、開催場所はタイのサイアムカントリークラブ、全長6576ヤード、パー72のセッティングとなっています。放送配信についてですが、残念ながら地上波での放送はありませんので、試合の中継を見るには有料配信サービスの利用が必要となります。また今大会は予選カットはありません。そしてこのホンダ LPGA タイランドは2010年に宮里藍選手が優勝した大会でもあります。大逆転劇の優勝で米女子ツアー2勝目を飾っていました。今大会については日本勢から渋野日向子選手、畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、笹生優花選手、岩井千里選手、岩井明愛選手、馬場咲希選手が出場予定となっています。総勢7名と数多くの日本人選手が出場するので、どんな活躍を見せてくれるかとても楽しみです。あと日本女子ツアーで活躍をしている関ユーティン選手も出場予定となっています。ちなみに勝みなみ選手と上原彩子選手もエントリーはしているのですが、残念ながら出場確定にはなっていません。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。まずは注目となる渋野日向子選手、スタッツは2022年のものとなりますが、平均飛距離が76位、フェアウェイキープ率が41位、パーオン率が71位、パーオン時の平均パット数が88位、バーディー数が58位となっています。2022年は大きな大会で好成績を出しているものの、全体的には不安定な成績であったため、スタッツはあまり良いとは言えません。ただ今季は勝つということをテーマに取り組んでいるということで、今季初試合でどういう活躍を見せてくれるかとても楽しみなところです。昨年に変更したアイアンもそろそろ手に馴染んでくる頃でしょうから、キレのあるショットを見せてほしいですね。そして畑岡奈紗選手、スタッツはまだ開幕して1試合のみのデータとなりますが、平均飛距離が8位、フェアウェイキープ率が19位、パーオン率が12位、パーオン時の平均パット数が7位、バーディー数が6位となっています。まだ1試合のみではありますが、さすがという感じで、スタッツの数値も良い感じですね。ただ気になるのはドライバーショットの精度、時々ドライバーショットがトラブルになる場面もあったりするので、飛距離だけではなく精度も高めていってほしい感じですね。ただ今シーズンも安定した成績を出して活躍をしてくれると思うので注目ですね。そして古江彩佳選手、スタッツはまだ開幕して1試合のみのデータとなりますが、平均飛距離が28位、フェアウェイキープ率が1位、パーオン率が8位、パーオン時の平均パット数が17位、バーディー数が18位となっています。平均飛距離が28位となっていますが、開幕戦のヒルトングランドバケーションズに参戦した選手は29名なので、最後から2番目の飛距離ということですね。ただその代わりフェアウェイキープ率が1位ということで、ドライバーショットの精度はかなり高い感じです。パーオン率も8位と、今シーズンもショットの精度が大きな武器になってきそうです。ルーキーイヤーでは見事1勝を挙げてますから、2年目となる今シーズンもまずは1勝目を目指して活躍をしていってほしいですね。そして岩井千里選手と岩井明愛選手、姉妹揃っての米女子ツアー出場は初めてとなるようで、2人の活躍が楽しみな感じです。岩井明愛選手は米女子ツアーは初出場、岩井千里選手は TOTO ジャパンクラシック以来2度目の挑戦となりますが、開催場所が海外というのは初めてとなるので、本人もいろんな場面での緊張があると思う、言葉の壁もあるだろうし雰囲気の壁もあると不安の声もありながら、世界レベルの方たちと一緒に回れるというのは特別な時間、失敗を恐れず何事にもチャレンジしていきたいと意欲も見せています。ゴルフ以外ではバナナのドールの CM の撮影をしていたり、短大を卒業するための単位取得で机に向かっている時間も多いようです。ゴルフ以外でも多忙な日々を送っていて大変だと思いますが、貴重な米女子ツアーの試合、良いプレーを見せてほしいですね。そして馬場咲希選手、全米女子アマを制した
今最も知名度の高い女子アマチュア選手といっても過言ではないと思います。米女子ツアーは昨年の2022年の6月にメジャーである全米女子オープンに出場して以来2度目の挑戦となります。ちなみに全米女子オープンは49位という成績でした。さらに今大会の開催コースであるサイアムカントリークラブのオールドコースは何度もラウンドしたことのある馴染みのコースとのこと。コースを熟知しているのは有利になる部分も多いと思います。3月にはオーガスタナショナル女子アマチュアの出場も決まっており、今大会で弾みをつけていきたいですね。はい、今回はホンダ LPGA タイランドについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。